どうも、八木島です、えー。今日はこれ、ビートルジュース、ビートルジュース、えー。この作品の話をしていこうと思います。それでは、やっていきましょう。今日はね、なんか、 昨日、ちょっと親父が腰を痛めて、整形外科連れてくっていうことになって、雨に打たれて、それからちょっとなんか鼻がね、さっきまで平気だったんだけども、ちょっとなんか鼻声なんだけど、申し訳ないけど、このままやらせてもらいます。この後もね、親父のこと、病院連れてって、MRI の検査しなきゃいけないんで、ちょっと急ぎで撮ってるんでね。で、ビートルジョス、ビートルジョス。この作品の話ですよ。 えー、もういきなり出そうか。ね親指インスタント評価。えー、僕は立てなかった。ねあ、えー、のー、それによって、今、僕のこれ、この動画を撮ってる今の時点で言ったならば、えー 実は低評価のが多くつけられているというのが現状なんだけどまあ,まあ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 面白かったのに何言ってんだこいつっていうの気持ちは非常にわかるね。僕もこれは非常に面白かった。素晴らしかったと思うよ。思うんだけれども、あのー、 この作品これだけを取り上げて面白さということではもう疑問を持つ部分もなくそのままストレートに面白かったねっていう,もうやりたい放題めちゃくちゃやってるねっていうねそういう気持ちよさなんかもあるんだけどもでねなんでそれで立てなかったのかっていうことなんだけどまあこれはさ 1988年に作られた、えー「ビートルジュース」というね、えー、もう元のオリジナルになる作品があるわけですよで同じねティム・バートンが、えー、36年経って続編のビ「ビートルジュースビートルジュース」を作ったこれがね、あのー、45年、えー、のスパンで 続編が作られたシリーズであるならば僕はこのクオリティでね今の要素も反映されてっていうそういったなんていうのかな仕組みとしてはあの十分続編として機能したいいものになってたんじゃないかとは思うんだけどあのいかんせん36年経ってるわけだよね。 36年経って作った続編がこれなのというところなわけですよ。じゃあそれ、これなのっていうのはつまらなかったかっていうと、つまらなかったんじゃない。それは面白かったの。面白かったんだけども、36年経ってもこれなのかっていうところが僕の中にはあって、あのー、最近ね、こういう、 30年の時を経て続編っていうの多いけれども僕はその流れに非常に反感を持ってる人間なんでねこれもやっぱりそれを強く感じるわけただ面白いだけただ印を踏んだだけじゃダメなのよ三十何年も間を空けてあえて続編を作るんだったら。 ね、リブートだとかっていう形であるならば、それは別にもうただ現代的になって、それで言ってテイストが変わらずって、それは立派なことですよ。でもそうじゃない。続編なんだよね。あのー、キャストももちろん引き継いでますよ。ね、えー、マイケル・キートンだとか、えー、ウィノナ・ライダーだとか、ね、えー、主要なところは引き継いでますよ。なんだけれども、あのー、結局だか、だからこそね、 だからこそあのー、もっと、えー、なんていうのかな同じ感覚に陥るのではなくてそこからさらに、えー、何かこうなんていうのかな同じ感覚は持ちつつもさらにこう膨らませたものが欲しかったなというのがまあ正直なところで。 あの、これそのものを一個だけ持ってきてみた分には、まあ非常に面白くてこれで十分なんだけども、あのー、36年間を空けてるわけだよね。で、もちろん、どう、もうずっと作るつもりなんかなかった作品を、あえてここで、えー、ね気まぐれに作ってみたいと思って作ったわけだよね。あのー、やっぱり、そういう感じだよね。 <laughs> だからあの世界観は崩してないしちゃんとそれなりにこれ一本だけ撮ったら面白いんだけどもあの正直「で」っていう感じがまあどうしても否めない、えー、ところがある。なぜならやっぱり元の「えー、ビートルジュース」っていう作品が、まあ、これを見れば分かる通り非常に悪が強くてあの個性豊かな映画だったわけだよね。 あのそれはあのなんていうの模型を映す今回も同じだけれども模型を映すところであるだとかあのねこうもうなんていうの死人たちとでもいうかそういうところだったりビートルジュースそのものだったりっていうところだよねそういうところっていうのが非常に悪が強くて個性的。 ねあの、それ独特の世界観だというだけではないものがあそこにはオーラがあるわけなんだけども、それだけに、あの、当時、もう僕はもう死ぬほど何度も何度も見ましたよ。ウィノラライダーの大ファンだったからね。そう、今でも好きよ、彼女、今でもすごい綺麗だよね。あのー、そう、そういった魅力もあって、もう一作目、すげえ見た。ねだけど、 変わってないっていうことなのよ。まあ、変わってないいいことなのよ。かわ、あの、続編って言ってて、全然違うのだったら、それは続編として意味があるのかっていう話になるから、そうではなくて、あの、36年を明けて、あえて作ったのに、あの、新鮮さや驚きがないっていうことだよね。あの、なんだろう。 個性がもともと強かったものだから、それはそのまま残さなきゃいけない。なんだけれども、あの、見終わった後の感じが、もう、それほど変わらないから、あの、なんていうのかな。うん、やっぱりだから結局そこに行き着いちゃうんだよな。36年経って、ね、作って、そこの合着地点なの、みたいな、ところだよね。 うんね、でやっぱり考えなきゃいけないのはあのビートルジュースっていうのは主役でありながらそんなに登場しない存在っていうのもちょっとねだから何だろうな <laughs> 待たされた たげ句に消化不良にはなってないんだけどそういった感覚ってものがね僕の中にはちょっと、まあ、あの生まれたんでそれでどうしても、えー、こう立てることはできなかったここまでで止めちゃった、うん、ギリギリまでは考えてたんだけどねこうしようかななんてね楽しめたからね楽しめたからこそ、まあ、ちょっと下げさせてもらったそういうイメージだよね。 あのー、この韻の踏み方とかはさ、もうほぼ完璧なわけですよ。ね、こう、あの始まり方ね、ジュラマ撮ったりなんていうのだったりとかね。 そうだから非常に違和感ない。だからあの今ねあえてビデオを引っ張り出してねあのビートルジュース前作を見てでこれ劇場で見たらまあすんなり36年はあのウィノナライダーを見ればしっかり反映されてるんだけどもあのそのままこう違和感なくこれますよ。だけど36年経った って作ったなら違和感ないだけじゃダメでしょっていうことを言いたいわけですよも。もう一声があるべきなんじゃないか。わざわざ36年経ってから作ってんだから。これが4年5年でもうね、作られ続けてきた作品ならそれでいいよ。だけどそうじゃないからね。そう。で、まあね、キャストになるけれども。 イノラ,ライダー、えー、もうね昔は可愛かったよねで今は可愛いっていうものはまあ感じにくいかもしれないけど未だにこう綺麗な状態でね僕よりちょっとだけ上なんだよねそうね綺麗な感じでさまあやっぱり彼女を見るために劇場に行くっていうだけの価値はまあある,あるわけですよ、ね、でマイケル・キートンに至ってはもう 変わってさえ感じない。まあ、ビートルジュースはあの、あのメイクだからね。ただ、あれだよね。今回はさ、It's Showtime! ってなかったからさ。あのー、あれがどこかこう、ビートルジュースの、こう、アイコン的な部分ってあったじゃない。ね。それがないのはやっぱりちょっと、うん、寂しいかな。あれがある方が、ね、いいよね。 そこはちょっと残念だった。で、やっぱりあと語りたいのはジェナ・オルテガだよね。ジェナ・オルテガ。あのー、彼女かわいいよな。やっぱりかわいいなと。あのー、一番こう、あれなのはジェナとキャサリンが、 あるじゃない横でも出てたあそこなんかかわいいよねあれ相当あのジェナとキャサリンは練習してやったんじゃないかなとは思うんだけれどもあのかっこいい上にこう振り返った時のこの横顔の感じがねえらいかわいいんだよねそう。でまあジェナオルテガといえば、えー ウェンズデーなわけだよね。語らざるを得ないよね、これね。ウェンズデーがあったから、今回のビートルジュース、ビートルジュースが、えー、生まれるに至ったわけなんだけれども、あのー、ウェンズデーの時も、えー、今回の時も、どっちかって言うと、まあ、どっちかというと、というのも、完全にホラ,ーホラー系なコメディなわけじゃない。ホラー系のコメディってわけわかんない言葉だけど。 まあホラななコメディなわけじゃないこ,ここら辺で出てるところでね彼女目の周りこうねパンダみたいに黒くメイクしちゃうからあのー、どっか彼女の良さがあの出てこない的なねところはあるんだけれどもあのー、うん彼女可愛いいなと思ってね。 あの、この前ね、うちでもう、あの、出したよね、えー、自由研究は、殺人に向かない。<笑><笑>まだ混乱してんのかよ、みたいな。自由研究には向かない殺人。うんね、あれで出た、出てたエマ・マイヤーズ。あれと一緒に、えー、ウェンズデーで。 こう並んで出てて正直えどっちのが可愛いかっていう風になった時にエマ・マイヤーズのがまあウェンズデーではー可愛かったわけですよ。それでどこかこう影に隠れちゃう可愛さという部分でねえ影に隠れちゃうところっていうのはあったんだけれどもあのね今やっぱり彼女の可愛さっていうのはあ,あるよね。それでいてあの何て言うんだろう真の強さみたいなのがあの感じられる。 表情してあのー、今回のねあの母親との圧力の部分だっていうところだって、あのー、その彼女の個性っていうものが、まあ、うまく反映してていいなという、えー、印象がね非常にあってだからもうほんと前作がなければそれがしかも36年も前の作品でなければもう僕はこれ「太鼓版をしたんですよ。 だけどやっぱりあのー、わざわざ36年経った今わざわざこの IP を掘り返して作ったという割にはあのー、うんなんかそれをわざわざ作った意味ってあったのかなというのを感じさせられる、えー、範囲の中から出ることができてない、うん、そこは指摘したいかな。 だから元が非常に面白いんでねあの見に行って損するとかっていうようなことはもう全くないんで縦側なんだけれどもあのー、そうだねうんいろんなところもね前作からちゃんと踏襲してて崩してなくてだからそういうところは非常にいいんだけれどもまあどこかちょっと中途半端なところに終わっちゃったかなという印象が 僕的には、えー、どうしても否めなかった。ね。そうだね、えー。物語もね、ビートルジュースがやっぱり物語の中でちょっと脇役すぎちゃうかなという感じもね、しないじゃないのよ。やっぱり。うん、どうしても、あのー、前半部分の前振り、説明をいっぱい入れなきゃいけないから、ね、そこの部分がちょっと長すぎる感じも、 あって、もうちょっと後半の、あの、ドタバタ劇の部分、ビートルジュースがいろいろやって面白くしてほしいというところが、僕の中にはやっぱりあるしね。そういった部分も含めて、まあ今回、え、面白かったんだけれども、あの、親指は上げないみたいな、そんな感じの、微妙な感じになりました。はい、え、ああ、そうそうそう、これ言っとかなきゃいけないね。 危なく、閉めちゃうところだった。ウィレム・デフォー。まあ、あの人は盟友だね。あの、ちんちくりんな役をさ、あの、見事に演じきってくれてるわけですよ。で、しかもね、僕、これは昨日、えーまあ、この動画を撮ってる昨日、まあ、公開になるき今の昨日ですよ。ね、公開日に見てきたから。 あの、見てきたのが、この作品と哀れみの参照なわけですよ。どっちにもウィレム・デフォー出てて、まあ、本当この人は、名優であり、怪優だな、という、そういうね、あの、印象をね、非常に強く抱いたんでね、そのウィレム・デフォー、うーん彼の演じるヘンテコ、幽霊刑事、えー、これもね、えー、ちょっとね、あの、注目ポイントなので、 その辺もね合わせて楽しんでもらえたらいいかななんてそんな風に思いますはい、えー、今回はこの辺で終わりにしようと思いますチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますそれでは